サプライズは、アメリカ合衆国アリゾナ州マリコパ軍の都市である。2000年国勢調査の人口は3万848人だったが、2010年には11万7517人となり、10年間で281%の増加率だった。その結果、フェニックス都市圏の中ではギルバートに次いで2番目に成長速度の高い都市となった。 1990年から2000年の期間でも、アリゾナ州の都市と街の中で6番目成長速度の高い都市だった。市内には、面積1万562平方フィートのアクアティックスセンターや、550万ドルをかけ、床面積2万平方フィートのマリコパ郡、北西地域図書館があり、成形指数は100.3である。サプライズ市は1938年に、 フローラ名スタトラーが設立した。スタトラーはこの街が大変な価値になったら驚くことだろうと言ってサプライズと名付けた。サプライズ市当局はスタトラーの夫で不動産開発者かつ衆議会議員のホーマーシーラデンが設立したと思っていたが2010年に見つかった資産記録ではスタトラーがラデンと出会う前にこの土地を所有していたことが分かった。 サプライズが設立された頃は、農業労働者の安価な家屋を建てるために、区分けされた土地、広さ1マイル四方に数個の家屋と一軒のガソリンスタンドがあるだけの町だったが、それ以降大きな成長を果たしてきた。1960年には、市政が執行された。1990年代と2000年代初期には、資産開発会社デルウェブ社が建設した家屋があり、 年齢を制限したリゾートのような地域社会となったサンシティグランドに住むために数万人規模の退職者が移転してきた。サプライズはデルウェーブ社が開発したサンシティ及び隣接するサンシティウェストからは北西に5マイルにある。サンシティグランドが市の人口を増加させる推進役となり1187人の町は2004年に7倍以上の7万5000人になった。 この急速な人口成長により、市当局は2007年時点の人口を10万3000人以上と推計することになり、アメリカが州国国政調査局のより控えめな推計値もあるが、市はこの数値をその計画に使っている。市内に家を建てる人々は、適度な住宅価格、フェニックス市に比較的近いこと、州内で最も低い部類にあると市が主張する。 固定資産税に引き付けられており、州内住宅建設会社トップ50のうち32社が家屋建設を担当している。サプライズは、北緯33度38分19秒整形112度21分02秒、北緯33.63861度整形112.35056度、 33.63861-112.3505621する。フェニックス市からは北西に約20マイルにある。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、この内陸の町の地域全面積は69.5平方マイル、このうち陸地が69.5平方マイルであり、水域は0.04平方マイル、水域率は0.03%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サプライズ氏はリン・トゥルイット市長と6人の市政委員によって収められている。市長は市全体を選挙区として選出され、市政委員は6つの選挙区から各1人が選出される。全員が任期4年間である。市の公式ウェブサイトは市の開かれた情報公開についてサンシャインレビューから。 サニー賞を受賞した。最大の地域ショッピングセンター2007年2月、サプライズ市政委員会は、全会一致で、アリゾナ州でも、最大規模の地域ショッピングセンターである、プラサダ建設について、ウェストコア社とのインフラ召喚協定を承認した。この協定では、市内のプラサダの地修道303号線沿いに、総額2億4000万ドルまでのインフラ建設と、 設置費用を、ウェストコー社が負担することを求めている。市はそのインフラを所有し、プラサダ自体から上がる消費税から、ウェストコー社に建設費用を償還する。計画が完成すると、市は年6000万ドルの消費税収を予測し、プラサダは地元住民に2万人分以上の雇用機会を提供する計画である。サプライズ警察署には4つの部門がある。 サプライズ市のサプライズスタジアムは野球のカンザスシティロイヤルズとテキサスレンジャーズが春季キャンプを行う場所である。2005年にはゴールデンベースボールリーグのサプライズファイティンファルコンズが本拠地とし、またレクリエーションキャンバスの野球場はアリゾナ周期リーグのサプライズラフターズがホームグラウンドとしている。スポーツ専門チャンネル ESPN の番組。 スポーツセンターでは2005年8月11日の50日間50週の舞台になった。市のレクリエーションキャンバスの一部としてサプライズテニスラケットコンプレックスがある。2007年8月のオープン以来、この施設は多くの賞を受賞してきた。ごく最近ではユスタから2008年年間結出した施設賞を受賞した。年間を通じて、 プロスポーツのイベントが開催されており、例えば、アウトバックチャンピオンシリーズのツアー、ユスタプロサーキットおよびユスタの地域イベントなどである。2009年には、フェドカップの準々決勝会場となり、アメリカとアルゼンチンが対戦した。サプライズスタジアム、2011年3月13日の試合風景、観客数12014人、サンフランシスコジャイアンツが、 テキサスレンジャーズを11対8で破った。ありがとうございます。